どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのはつくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅でございます。柏の葉キャンパス駅から秋葉原駅までは平日の朝ラッシュ時間帯で35分ほどでございます。高額な路線となりますので交通費が出ない方だと検討しにくいと思います。今はコロナ禍でですね、若干落ち着いてるかと思いますが、つくばエクスプレスですね、昔と違って混雑をしております。そのため現在の6両編成から8両編成にですね、する計画進んでおりますが、10年ほどかかるのではないかと言われております。今回ご紹介する物件はプレシス柏の葉キャンパスでございます。柏の葉キャンパス駅徒歩7分となります。今回はですね、前回ご紹介した徒歩6分のワザック柏の葉キャンパスとは逆側、西口となります。ワザック柏の葉キャンパスは東口から徒歩6分で国道16号沿いでした。今回は西口から徒歩7分で駅距離はそこまで変わらないんですが、国道16号からは離れまして、こちらの都市軸道路の西側となります。この地図でいうとちょうどこの辺になります。おっかさん食品館とウェルシアがあるところでございます。都市軸道路と柏の葉公園通りの間でございます。柏の葉キャンパス駅、駅周辺にですね、物件がたくさんございますので、徒歩7分で近いっていうことにはならないんですけども、都市軸道路の西側はですね、分譲マンションが少ないでございます。そして柏の葉キャンパス駅は線路に近いマンションが多いんですけども、今回は程よく離れますし、大通りからも離れます。それでいて柏の葉公園も近くになります。客観的に見た時に徒歩6分のワザック柏の葉キャンパスよりかは立地面、魅力があります。それでは建設地まで向かいたいと思います。つくばエクスプレスの改札は1箇所でございます。改札を出まして正面を左に折れます。西口側となります。西口側にはララポートがございます。駅を出てですね、すぐの出入り口入りますと東急ストアございます。今回は公道を歩きますが、ララポートの東急ストアで買い物した後にドコモショップのところからバイク置き場の方に抜けられます。そうすると都市軸道路に出ることができます。そのため柏の葉キャンパス駅から建設地までの徒歩7分ほどの半分ほどをララポートの中を歩くこともできます。雨の日なんかとても便利ですね。突き当たりましたら、こちら左手に見えるのはですね、サウスマークタワーでございます。今回はこちらを右に折れます。こちら都市軸道路にぶつかりましたら信号を渡ります。信号を渡りますと、もう建設地が見えてまいります。徒歩7分なんですけど、全然徒歩7分に感じないですね。で、今回この都市軸道路を渡って、さらに南側に渡りますので、信号2回でございます。柏の葉キャンパス物件、信号なしで行き来できることも多いので、まあ、そこは、他の駅近物件と比べると弱点ではございますけども、ほんと徒歩7分とは思えぬですね、近さでございます。で、こちらホテルのところにローソンも入っております。あっという間に建設し到着でございます。背中を向くとこういった形です。もちろん今映ってですね、ゲートタワーとか一番街の方が駅には近いんですけども、線路から程よく離れるっていうのは大きいですね。まあ、つくばエクスプレスは新幹線と同じロングレールですので、まあ、静かな方ではあるんですけども、線路から近い物件が多い中で、線路から程よく離れてでも駅も近いっていうところは魅力でございます。マンションギャラリーですね、建設地のすぐ後ろ側にございます。まずはマンションギャラリーの方を訪問しまして、ランドスケープ、あと価格とですね、確認してまいりたいと思います。それでは行ってまいります。はい、見学してまいりました。いや、いいですよこれ。さっき述べたように歩くだけの価値があるわけです。で、これ繰り返しになるんですけども、徒歩7分って別に遠くないんですよ。ただ柏の葉キャンパスとしては、もっと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 駅に近い物件もありますよっていうところで、なんか駅徒歩7分を遠いかのような発言をしてしまってるんですけども、徒歩7分は私はもう十分駅近って呼んでもいいかなと思いますし、今回は歩いただけの価値があると。で、その歩いただけの価値っていうのが、まず日当たりです。
今回全部ですね南東向きになります。東西に長い敷地でございます。南東向きです。しかも目の前接道してまして、こちらのですね森があるところは DNP の研究所です。まあ、この辺は工業地域になるんですけども、何かこう音がするような工場っていう形ではなくて、もう完全に研究所です。で、研究所なので、まあ、当然あんまり外から見られたくないよねっていうところがあって、植栽をモリモリにしてくれてます。で、この植栽が結構背が高いんですね。もう電線より上行くぐらいなので、低層階からだとこの緑をですね望むことができるんですよ。これ他人の敷地ですからね、自分らで管理するわけではないのでラッキーですよね。で、こっちは車はほとんど通らないです。まあ今はそもそも通れないんですけども、こちら通れるようになったとしてもそんなにここ交通量が多くなるっていうのは考えられないです。まあ生活道路っていうところですね。いや、これいいですよ。だからこれ本当いつも言ってるところではあるんですけども、駅近くにマンションが点在してる中で駅から少し離れた物件を買うときは、離れただけの価値がないとダメなんです。それはもちろん価格が安くなるのは当たり前なんですよ。駅から離れるんだから価格が安くなるのは当たり前なんですけども、住むものなので価格以外のメリットっていうのはどうしても私は求めた方がいいなと。で、駅近い物件だと線路が近くなっちゃいます。かつ建物が多いので南方向の最高を得れる住戸が限られてしまいますと。で、このプレシス柏原キャンパスはその2つがまず叶えられるんですよ。価格は抑えられます。坪200ぐらいです。新築にしては坪200っていうところで価格をしっかり抑えてて、でも価格だけじゃなくて線路からも離れると。そして南東方向からの抜群の最高、そしてその最高がこの雪道結構広いです。あることによって比較的守られやすいと。でもおそらくしばらくはこの研究所もあるのではないかと。もうずっとずっと前からあるものですので、 DNP にとっては結構拠点として扱っているところになりますので、まあそうそうなくならないかなとは思います。まあもし何かなくなってしまったとしても、この雪道が守ってくれるという形になります。これ雪道がないとちょっと怖いですけど、これがあることによってより安心が得られると。そして歩いただけの価値まだありますよ。まだ終わらないですよ。この敷地のゆとりでございます。今までにない柏原キャンパス物件です。なんならこれ三井がやったっておかしくないような土地です。要は例えば16号沿いのマンションを三井がやるって、この柏原キャンパスではちょっと考えにくいよねっていうところではあるんですけども、この立地は三井がやったとしたっておかしくなかったような柏原キャンパスらしいとこ7分です。国道16号が行くと柏原キャンパスらしくない6分とかそういう物件になっちゃう中で、ここは柏原キャンパスらしさがしっかりと残ります。ララポート側ってのは大きいですよね。で、敷地のゆとりっていうところで言うとここですよ。これがあの交差点あたりからもう見えてきますよ。この付近が植栽豊かなエントランスアプローチとなります。ちょっと空いてるので見えますかね。ここが植栽豊かなものになって、建物がすぐ来ないんですね。建物までしっかりとアプローチを取る形になります。ちょっと話飛んじゃって申し訳ないんですけども、総個数を伝えるところで物件概要いきたいと思います。売り主はじめ建設です。で、設計施工今回長谷工コーポレーション入ります。占有面積は 59.68 平米から 75.04 平米、総個数161個でございます。プレシスにしては大きいですね。本厚に次いで2番目だと思います。ちょっとそこちゃんと確認して記事にしますが、確か本厚に続いて2番目の大きさだと思います。11階建てつくばエクスプレス柏原キャンパス駅徒歩7分でございます。住所に関しては千葉県柏市の開発エリアになりますので、こういった形で他の街区と一緒でここは182街区の旧区画地と呼びます。もちろんこの辺は将来的にはアドレスも整備されていきます。2022年来年の春ですね、入居を予定しております。で、今回総個数161個っていうところを生かしてですね、この素敵なエントランスホールラウンジが設けられるんですよ。で、こちらですね、ガラスを豊かにします。で、ここにソファーとかを置いてくれて、この自分たちの植栽プラス DNP の
緑も望めるんです。これが美味しいんですよ。この DNP の緑に関しては自分たちで管理しないですからね。自分たちの敷地の緑に加えて DNP の緑もエントランスラウンジの大窓から目に入ってくるんですよ。そして今回エレベーターは2機となります。まあそんなもんですね。で少しまあ気になった、まあメリットデメリットあるんですけども、ゴミ置き場がいっちゃ西寄りです。まあ通常であれば、まあこのエントランスホールラウンジの隣あたりにちょっとくぼませて設けるのが基本かなと思うんですが、今回は西側です。なのでまあ駐輪場を利用する方にとってはついでに捨てられるんですけども、そっち利用しない人だとまあわざわざこっちに行かなきゃいけないっていうことにはなります。ただまあ生活感が出ないとゴミ収集車の動線がこの南側でこの辺につけると思うので、まあ合理的かとは思いますけども、駅に向かうついでに捨てられないっていうところをまあ気にされる方はいるかなと思いますけど、その代わり生活感は出にくいですっていうところです。そして平置き駐車場でございますよ。自走式立体じゃないですよ、全部平置きでございます。設置率としては 60% でございますので、まあエリアからちょっと足りないかもなっていうところはございますが、第1期に関しては先着順で付与している形になります。まあ今後の販売に関してはどうなるかわからないですけど、まあそこは大相談なのかなとは思います。そして1階はですね、すべての住戸に専用の平置き柱がついてきます。でここの庭の部分と出入りできるんですけど、ここのバルコニーから室内のところに外側の鍵はないので、中に誰かがいないと、まあ、一旦外を回る形にはなります。こっちも外側から鍵を設けてくれる物件もあるので、そうしてくるとより便利ではありましたが、今回は中に誰もいない場合はエントランスまで回る形となります。そしてまだ終わらないですよ。駅から離れるだけの価値、これですよ。来ました、おっかさん、さん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 、おっかさん。直結というわけではないんですけども、建設地のすぐ後ろ側に岡山食品館とウェルシアがございます。いやー、これはいいですよね。用途地域としては工業系になるんですけども、後ろ側には千葉大キャンパスがありますし、少し歩くと柏の葉公園ございます。柏の葉公園は柏の葉キャンパスの分譲マンションの中でも今回近い方でございます。いや、このおっかさんが後ろ側っていいですよね。でもこれだけじゃないですかね。さっき述べたようにララポートも経由できるわけですよ。せっかくのいい天気なので柏の葉公園まで歩きたいと思います。いやー、これなんか本当に特別なおすすめマンションですっていう感じではもちろんないんですね。ただ大きな弱点がないんですよ。で、買う理由がしっかりとあるんです。で、私ワザックの記事が分かりやすいというのは、そちら読んでいただきますとすごく分かりやすいと思うんですけども、ワザックはかなり、これは別にまあしょうがないです。でもこれは客観的に見た時に、私がワザックの方がいいですって言ったらおかしいですもん。それはすげえなんか忖度してんだろって言われておしまいですもん。で、実際に、まあ、私はこう勝手ながらこうマンション訪問して記事とか動画上げて、まあ、デベロッパーさんがお金をもらわずにやってるわけなので、それはいい方、信頼できる方をおすすめしたいと。で、どんなマンションでもいいところはあるので、別にわざくがダメですって話ではないんです。ただ比べるものがあるわけで、それを比べてあだこうだ言うのが、まあ、私の一つの役目かなと。まあ、それをもとに最終的にわざく選んだんだったら、それはその方にとってわざくが合ってたっていうことなので、別にわざくを買うなって話ではなくて、まあ、比較検討の材料にこの記事や動画がなればいいなっていうところでやっております。で、その中でわざくの方は駅から6分歩くけども、でも16号沿いになって、で買い物施設もこれといって近くになくて、まあ、街並みとしても柏のキャンパス感が薄れると。まあその割に、まあ、価格勝負でもないと。まあ、今回のプレシスと同じぐらいですね。でもプレシスに関してはもう繰り返しになりますけども、歩いただけの価値があると。私はもうこれは本当にいつもしつこく言ってます。これは自身は私が買うっていう目線でも必ず大事にしてるところで、それは誰だって駅近の方がいいんですよ。なんなら駅直結の方がいいんですよ。その方が絶対的に便利なわけで、資産性にだって期待ができると。ただ住まいは住むものなので、住んだ後ってのがすっごく大事なんです。これ当たり前の話なんですけども、買うことがゴールじゃなくて住んだ後が一番大事なので、私マンションを語る上で必ず住んだ後を想像します。もちろんそこは
どんな生活をするかというのは人それぞれではあるんですけども、参考の一つになればと思って、私なりに住んだらこういういい生活ができるだろうな、楽しい生活ができるだろうなっていうところを考えながら物件を見てます。マンションマニアなので、もちろん箱もそのものもう好きなんですけども、私は街が好きなので、その街そのマンションに住んだらどんな生活できるんだろうとすごくワクワクするんですね。そうなった時に、まあなんか当て馬的な話になっちゃって本当申し訳ないんですけど、わざくはなんかもう想像がしづらいんですよね。駅から歩いて国道沿いで、まあ国道越えてって感じではないものの、国道沿いで、敷地もめちゃくちゃゆとりがあるっていうわけでもなくて、だったら今は選べるわけで、プリンセス柏のキャンパスの方が同じような駅距離だけども、途中にララポートがあって、物件の北側には別のスーパーがあって、千葉大キャンパスと、あと DNP の緑と、そして今向かっている柏の葉公園の緑と、与都地域は工業系なんですけども、より華奢なキャンパスらしさが出るですね、立地になります。そして物件の個数だけじゃなくて、土地形状の言うとですね、さっきの平置駐車場です。そして南東向きで静かな住環境っていうところ、まあ魅力が大きいのはもう一目瞭然かなとは思います。そういった物件であれば、まあきっと駅近くの三井の物件買えば良かったんじゃないのって言われるかもしれないです。そして自分も少し思うかもしれないです。でも駅近くの三井物件では得られないものを得てるわけで、価格以外でですね、得てるわけで、買って良かったなってなりやすいのではないかなと。もちろん100点満点のマンションはないので、まあ、プリシスに関しては設備仕様はそんな高いものではないです。ディスポーザーもないですし、食洗機もないですし、まあ食洗機はオプションで入れればいいですけども。ただ、リビング横の洋室ウォルダーは完全ハイタイプですし、オープンキッチンをですね、標準としてくれてます。すごくおしゃれです。レンジフードもですね、壁側に寄せてるので、すごくスッキリしてます。まあ浴室ブラケットライトだったり、トイレがちょっと古めかしいタンク式だったりとか、そういうウィークポイントありますけども、まあそこはしっかり価格に反映されてますし、それ以外の魅力があります。まあなんならもうそういう設備仕様を気にするんだったらば、一番街とか、まあ一番街もちょっと築年数は経ってますけども、他の三井家のタワーを買った方が、まあタワーらしさはあるかなと。まあサウスマークもタワーにしては設備仕様がそんな高いものではなかったですけど、ディスポーザーはありましたし、各界ゴミ分けはもありますし、まあそういったものを求めるならもうタワー行ってくださいっていうところです。なので今回のプリンセス柏原キャンパスは買う理由がすごく見つけやすいと思います。で、おそらく検討者の方が気にするのって立地とか価格とか間取りとか設備とかそこじゃなくて、プレシスっていうところだと思います。これは正直で、私はいろんなマンションを見てるので、まあやっぱり信頼できるなっていうのが正直あるんですね。まあ真面目なんですね。ただなんていうんですかね、まあ販売もしたことない私みたいな素人が言うのもなんですけども、センスないんですよ、広告のですね。なんか縦売り側から見ると、そういう広告でいいのかもしれないですけど、マンションってどちらかというと結構ブランド力って大事なので、そこの見せ方が、なんか中途半端というか、だったらエクセレントシティみたいにもう尖りに尖った方がまだ響くかなっていうような、その見せ方の問題だと思うんですけど、実際のやってることとしては、前回フロアのチェックもやります。今回、ハセコートの、コラボですけども、ちゃんと、プレシス側の保証とか、その前回の、施工中のチェックとかもやりますので、もちろん人間が作るものなので、100% 大丈夫って言えるものではないでしょうけども、安心して住んでもらうための工夫はしっかりとなされてます。なので、いろんなマンション見てる人からすると、プレシスって、まあ、あんまセンスないっていう感じは、まあ、よりより分かっちゃうんだけども、その真面目さはよりより分かると。でもまあ、分譲マンションって所有欲も大事です、正直なところ。だから、今回所有欲求める方はもう三井のマンションを中古でもいいので買った方がいいと思います。ここは本当に分かれます。所有欲を求める、求めないで。プレシス柏原キャンパスは住んだら絶対便利ですし、いい立地なんですよ。価格からしたら TMD 坪単価満足度も高いと。ただじゃあ所有欲ありますかって言われると、私はあんまないと思います。三井の物件住んでますっていう方が所有欲は絶対満たされるので、所有欲を求めない方でシンプルにいい生活を
そんな無理した価格を出さずにしたいよっていう方にとても合います。それがプレシスです。なんでこの記事や動画を見てくださってる方、いろいろな価値観をお持ちだと思います。でこれは本当にあくまで個人的ですけど、私は所有欲を求めます。マンションに対して所有欲を求めるので、私は大手系の、まあ分かりやすいところで言えばパークなんちゃら、まあパークなんちゃらでいくつもありますね。パークホームズ、パークタワー、ザパークハウス、プラウドとか、シティなんちゃらとか、ブリリアとか、そういう方がその所有欲は満たされるので、私はマンションを買うことに対して生活だけじゃなくて所有欲も求める人なんですね。なんで私みたいな人はちょっとプレシスとかそういうのってなかなか手が出しにくいんです。いいマンションだってのはわかるんですけども、プレシスを買ったっていうことで自分の所有欲は個人的ですよ、求めでもそこが満たされないと。でも世の中は私みたいな人の方が少ないかなとは思います。一般的にはだって家族のために、自分の生活のために買うわけで、いや別に家買うことに所有欲とかないよって。ただ他の中小さんでも所有欲をこう満たす努力をしてる会社さんも結構あるんですね、ブランド力として。まあいわゆるメジャーセブン以外ですね。まあイニシアなんかも結構そのまあ独特のいいコンセプトを持ってますので、このイニシアを買ったっていうところでなんかこの独特の工夫があるので、違う意味の所有欲をこう満たすものはあったりと、その各社それぞれ工夫はしてるんですけども、プレシスってそのまあ戸建て屋さんなので、マンションに対してのこのブランドの見せ方がまああんまりうまくないんですよね。でもまあ本当に真面目さはあると。だから所有欲っていう人じゃない方にとってはむしろ好都合です。なんか所有欲を満たすためにブランド力に対してのこう価格を別に乗っけないので、なので繰り返しになるんですけども、所有欲を求める方は三井の新築のサウスマークなり、新築のじゃなくても中古の三井物件買った方がいいと思うんですけど、そうでない方はこれプレシス本当おすすめですよ。もうこの柏原公園もめちゃくちゃいいですよね。この敷地のゆとり、いろんな街をこう見学してて、あの密集してるところ、まあ、東京湾岸とか結構わかりやすいですかね。あの休日にですね公園に行くと人なんですよ。で柏原に関してとか、まあ他あとは似てた街だと海浜幕張とか、あの辺って公園に対して人口が都心ほど少ないので、そんなに密集しないんです。ちなみに今日休日です。まあ、もっと人多い時もいると思います。まあ、今コロナ禍っていうのもあって、家にいる方も多いかと思いますけども、まあ、それでもこれだけ密にならないような感じで、子供と遊べると。そんなに密みたいな感じにはなりにくいです。いや、プレシス柏原キャンパス、坪200のマンションとしては TMD 高いです。しかも平置き駐車場もありますので、車持ちたいっていう方もいいですよ。で若い方も買いやすい価格になってます。プレシス柏原キャンパスですね、見学の際はこの柏原公園は絶対来た方がいいです。ここ来るとより欲しくなると思います。でさっき述べたように、数ある柏原キャンパス物件の中でもこの柏原公園が近いです。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。ちょっとわざっか柏原キャンパスの時とテンションが違うすぎて申し訳ないというかこれが私の本音です。それをどう受け止めるかは読者様そして視聴者様次第でございます。私の記事動画というのはもうあくまで参考でございまして個人的な意見でございます。もちろん客観性フラットな意見をですね述べてるつもりではあるんですけども、もうあくまで個人的な感想ではございます。でマザックの記事動画を見た方からすると、なんかマンションマニアはブランドマンションしか押さないんじゃないかみたいな、おすすめしないんじゃないかみたいに、まあ、思えた方もいるかもしれないです。決してそうではないんです。さっき述べたように所有欲満たしたいって方はブランドマンション買った方がいいんですけども、そうでない方であれば別にブランドマンションでなくても全然 OK だと私は思います。ただポイントになってくるのは、ブランドマンションブランドマンションじゃない、もうそこを除いて他のマンションと比べて、周辺のマンションと比べて大きい魅力があるのか、そして住んだ後に便利なのかっていうところです。まあ、今回はもう住んだ後の利便性がまあ想像しやすい、そして
プリウスの中でも規模感がありますし、敷地にゆとりがあって、まあ、平置き駐車場だとか、あと修繕積立金も将来的に上がりにくいとか、そういった維持費の部分の魅力もあります。まあ、管理費はもうちょっと安かったら嬉しかったですけども、維持費の魅力とっていうところは非常に毎月支払いに関わってくる部分ですので、重要視するべきポイントだと思います。いやー、坪200でもこうやって、あー TMD 高いなーってテンション高まるマンションがこう出会えるってのは嬉しいですね。今建築費が上がってるんで、まあ昔は坪150でも出会えたんですけど、なかなか今は難しくて坪200でもなかなか出会えないんですけども、今回は坪200ながらもとてもとても、あーこれいいなーっていう要素がですね詰まったマンションでございました。それでは失礼をいたします。おっかさんで買い物して帰りたいと思います。ありがとうございました。